何が何でも長編小説が書きたい。ダイジェスター発売中、鈴木一郎作家ラジオ今日のテーマは、読書の世界へようこそ。今日はマシュマロに寄せられたお便りです。鈴木先生、こんにちは。はい、こんにちは。いつも動画を楽しませていただいております。 どうもありがとうございます。まあ動画と言いつつも声しかないし、そうそう。あの、本当声だけだよね。ええー。まあいや、ごめんごめんごめん。私は建設現場で働いている50代の男です。はあ、今ちょっと、えー、涼しくなりましたかね。あの現場ってのは。うん、あの、 現場ってなかなか大変だからね、えー、特に建築現場、どこへ働いてんだろうね。あの、警備でこう、外でこう、交通整理のやってるとなると、本当に、その、暑いだろうしね。まあ、いや。今年の春先に体調を崩し、半年ほど入院していました。うんまあ、大変だからね。 入院中、知人が退屈しのぎにと紙袋いっぱいに本を差し入れてくれました。おどんな本を持ってきたのかなしかし、私には今までの人生で読書をするという習慣がなく、うんうん、それを相手に言うことも失礼だと、失礼だし、本の山を、本の山を前にして、 大変に困りました。うん。なるほどね。次に、その知人が見舞いに来てくれた時には感想の一つも言わなくてはいけないかなと思いふん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 、我慢して一冊読んでみることにしたのです。なるほど。その本は、宮部みゆきさんの ボンクラという本でした。以前にテレビドラマで見知っていたタイトルだったからです。うん。慣れない読書のため読めない漢字でつっかえたり話の筋が分からなくなって読み返し,し,た,したりしながらもなんとか読み通しました。うーんねえ。 ええー、なるほどね。とにかく、まずは最初の一冊ですな。どうでしたか面白かった。ああ、なるほど。自分はなぜ今まで読者をしなかったのかと、ひどく後悔しました。なんかさ、うん、その、しみじみするよね。いや やっぱりさ「宮部さんでよかったよね」っていうのがあるよねでやっぱこう50年生きててなんで今までこれやってなかったんだろうって思わせるのって背幅すごいよね本の山の中に鈴木先生の「金ヶ崎の4人信長秀吉光秀 家康のシリーズがあり読ませていただきました。ありがとうございます。武将たちの話し方がユーモラスに感じられて、本当にこんな風に話していたのかなと楽しく想像しながら読むことができました。うん。一冊、また一冊と読む本も増え、本の山の半分くらいは読むことができました。 なんかさ、こういう話行くとさ、じわっと涙出てくるよね。いや、やっぱさ、そう。自分の最初の読書の時って、あ、最初に本読んだことって、いつだったろうとかってやっぱ思い出すよね。そう。感動するんだよね、読書ってね。知人にも感想を話すことができ、大変に喜ばれました。これがすごいなと思うのはさ、いや 読書の、いや、ここは面白かったんだよって伝えることができるっていうのは、それがすごいよね。もう、本当に、普通、普通はっていうかさ、もう、読書にすれちゃうと、ああ、面白かった、面白くなかったで、それで終わっちゃうからね。どんだけ心を動かされたんだっていうさ。いやー、本当そういうのって伝わります。 長々と書きましたがここで質問させてくださいはいどんなことでしょう先生はどのように小説に出会われたのでしょうかまた歴史小説を書くきっかけとなった出来事はありますか過去の動画で話されているかもしれませんがもしよろしければ教えていただけないでしょうか私は文を書くのも苦手だし下手くそだと分かっています かなですので読みにくい文をここまで読んでいただきありがとうございました。早くはざまのように光秀の逆転の続きが読みたいと思っています。入院していた私が言うのも変ですが、お体にお気をつけて頑張ってください。うんとね、このメールを 割と前にいただいたんだけどさ、いやー、なかなかお返事できなくてね、なんでお返事できないかっていうとさ、なんかさ、この、あの、このお便り読むとさ、なんかこう、うっと泣きそうでさ、<laughs> そうなんだよね、やっぱさ、こう、俺、 ここまで読書に読んでて、まあ、それは感動するよ。まあ、まあ、年に何冊かはさ、やっぱむちゃくちゃいいのに当たるので、今は華麗さはカオルさんのエッセイにはまっているけれど、やっぱ、あのルイ、山田ルイ53世のさ、あの、エッセイだとか、あの、プロジェクトヘールメアリーだとかさ、いややっぱね、 こう、面白い小説に当たる。だけど、こう、人生変わるようなっていう本っていうのは、出会ったのっていつだろう。ね筒井安隆さんだとかさ。そう、小学校、中学校の時に筒井安隆にハマったよね。ええー、そう、小学校の頃に読んだ夏目漱石は、 死ぬほど読んだけど、じゃあそれで人生変わったかって言っそれほどでもねえな吉木淳之介は、まあ、あれで変わりました。<laughs> それは高校生の時だったからな高校生の時だから10年前だよって。違う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 。もう、ほぼほぼ50年近く前だからね。んで、最初に当たったのが、 そう、この、うん、送ってくださった方の、いや、やっぱさ、この送ってくださった時のこの方のさ、本っていいよねっていう、この感動ってさ、やっぱさ、我々忘れてるよね、絶対にね。とりあえずいいもの書こうとか、 どのいやこうやってこうやってこうやっと人間って構築されていくのでじゃあこうやるとまあらしいものになるよとかっていうさ小手先のテクニックばっかりに走ってるよねやっぱりさ最初に読んだ時のあの感動ねそう竜慶一郎の最初の作品で最初にこの勝ち当たった時のさ 影武者徳川家康に、あれ、夢中になってやんだよね。ええー。あと今でも禁断の読書のあの、田中良樹さんの銀英伝とかさ <laughs> あ。まあ、田中良樹さんで人生は変わってないな。ああ、そう。人生変わってない割に夢中になってやるけどね。 <laughs> いや、あれさ、読み出すことこも本当にきりないからなそう。やっぱりさ、なんで今まで自分読書しなかったんだろうっていう。そう。それがあなたが人生が変わったのよ。えー。先生はどのように小説に出会われたのでしょうか。僕はもう、 あのこんなこう劇的なものではなくて、僕はまあ、えっ、ー、と、今でいう発達障害、もうかなり濃い、えー、アスペルガでだね、今でいうね。ええーうん、で、まあ友達いなかったのよ、早い話が。うんで まあ、その、その当時それが障害だっていうような認識もなかったしさ。っていうふうでした。んで、要はね、他に娯楽がなかったんだ。一人でできる娯楽がなかったんだよ。あの当時、テレビゲームなんてものがあったら、ずっとやってたと思う。んで、まあ、他にやることがないので、うん その折り紙をやること、折り紙ちゃ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 ってやるとやるんだけど、まあそれもさ、まあ、とりあえず指先がもう寂しいからやってるだけでさ、もう娯楽がないから、まあ本を読んだっていう感じだかうん,んで、うちはね、本買ってくれなかったのよ。あの当時、あの、書籍って高かったので、 んで、小学校の、小学校上がるか上がらないかぐらいの頃でも、小学校の学校図書館の本っても、小学校、中学校、高校とさ、学校の図書館でも全部読んじゃったのよ。それ言うとすごいなって思うだろうけど、なんことない <laughs>。あの、う,うちのめいっ子が、その、やっぱり小説が好きで、本が好きでさ、 いやあ、やっぱりさ、あの、学校の図書館って何往復かするよねっていう話で、そうそうしますよね、そうそうそうするんですよねとかっていう話でさ、盛り上がってさ、学校の図書館ってあっという間なくなっちゃうからね、今日も。そこで盛り上がったあ。まあまあそういうもんだよ。 で、僕の場合だとそれで、あと、私立の図書館って割り方近かったので、まあそこにいて通って、で、それも全部読んじゃったので、ね <laughs> 一般向けの開花図書館も大体読んだかな。ちっちゃい図書館だよね、小垣の私立図書館って。だったので、あの、閉花図書って言って、まあ、こう、 表に出てんじゃなくて、まだ奥の方にも、あの、図書室があって、そこからも借りれたんで、そこ行ってずっと片っ端から読んでたっていう、まあ、そういうことがありました。嫌なガキだよねっていうふうに、今だと思うよね。で、歴史小説を書くきっかけになったのっていうのは、あのー、 あれだね、その、国書偽造って言って、その、豊臣秀吉のね、えー、朝鮮出兵の後に、日本と朝鮮が、まあ、和平条約を結ぶんだけど、その和平条約っていうのがさ、その条約の調印文書っていうのは、まあ、あの、いろんな事情があって、 おっていう、いろんな事情があって,て、とか、要はさ、朝鮮の方は、日本が勝手にこう攻めてきたんだから、お前が謝れっていう文章を作ってきた。で、日本の場合は、あの、おまあ、ああ、お前が <laughs> 謝れっていう、そういう文章を作ったのよ。 で、それだとさ、お互いがお互いの面ツを張り合ってて、それじゃ、あの和平条約結べないからっていうふうで、津島がその当時、その和平文書、国交文書を作ってたので、で、その津島藩で、そのそれぞれの和平文書を偽造して、でごめんなさいね、ああ、っていうふうにして、 いや、まあ、まあ、いろいろあったけどまあ、なんとかし、仲良くやりましょうやっていうふうに、偽造して、それで国交が回復したっていう。まあ、そこら辺の偽造をしてたのが、家光の時代にバレたんだよ。津島がそれやってたよねっていうこと。バレて、で、それでどうなったかっていうような法廷、歴史の法廷裁判もの。これ、まあ、史実でそういう事実があるんだけど、まあ、そういうことがあったので、 で、それ、あ、面白いなと思って、じゃ、これ、ミステリーでしたってようか、っていうことで、ミステリー仕立てにして、えー、作ったっていうことがありました。で、そうしたら、あの、まあ、それを、書いて出したら、まあ、それは、実際は大したことなかったんだけど、まあ、おかげさまで評判はよく、ん、ね、それ以降、歴史小説っていうのは、なんとなく、こう、 仕事が来るようになったので、まあ、気がついたらミステリーよりも歴史小説が多くなったよねっていう、まあそういうふうです。だから、まあ、あの、質問に対しては、<laughs> せっかくご質問いただいたのに、すいません、つまんない質問、あの、答えで。ただ、やっぱ、これ見て、どの、やっぱ、 改めて考えるよね。その、いや、やっぱり宮部さんってすごいなって思う。あの、こう、この方、ね、50代っていうと、まあ、いろんな人生経験積んでこられた方だろうから、いろんなことあったでしょで、いろんなことがあった。 あった時にでフィクション読んだ時にさいや意外とフィクションってさどうせこれ作り話だよねとかと思ったりとかあと小説ってさ読むのって結構大変なんだ何が大変かというと文章から物事のその芯を作り込んで頭の中で思い浮かべながらではなその動かしていかないきゃいけないというそういう作業があったりするので ええー、っていうことがあるんだけれどで、まあ、宮部さんはそこら辺のところはね、まあ、そのテクニカルなところっていうのは、まあ、テクニカルなことだったら誰でも、俺でもできるよな。だけども、こう、そうではなくて、こう、本当に読んだことがなく、で、まあ、その、 読めない感じでつっかえつっかえしても、まあとりあえず読まなきゃな、とかって、まあ読みばさなきゃっていうふうに思わせるような本。これさ、本当につまんなかったらつっかえつっかえでしたらもう読まなくなっちゃうからね。やっぱりそこら辺が読ませるところが宮部さんだし、やっぱりそうやってやって、50のいいおっちゃん。 人生経験豊富なおっちゃんにの心を揺さぶることができるか俺はできんよ。で、あと、この、このマシュマロにお便りくださった方も、やっぱりまだ気持ちも若かったんだよねっていうことがある。まあ、それは大きいかもしれないけどね。で、 やっぱり思うわけよ、あのー、小説家の仕事ってはっきり言ってさ、なくても誰も困らない仕事なんだ、我々の仕事って。ええー、今ちょっとまあ、もろもろ、その介護の話、ことで、今ちょっとまた、身辺バタバタしてるので、ええー、いや、やっぱりさ、 おむつ替えたりだとかっていうようなことをや,やるたんびにさこううんいや介護の人ってこれ朝から晩までやってるわけだよなとかこれ俺とりあえずさそのある程度そのこういう介護だとかそういったもののルートができるまではさ、まあ、とりあえず ある程度軌道になるまでは、その、まあやってるけど、こう、まあつなぎでやってるようなもんだ、さ。その、介護職の人に、こう、プロに引き渡すまではさ、で、その間、こう、どうしてもバタバタする。その時にさ、え、こんな辛いことって、 ってい,うか辛いここととをやっっててるのって思うことがまず第一それからもしこれ介護職の人がいなかったらさ俺倒れてるよなっていうことがまあ思うのとえこんな大変な状況でも介護の仕事をやってる人っていうのはやすやすとクリアするんだって。 思うあと政党いややっぱ世の中本当になくちゃならない仕事って多いのであの講座でさいいのかなこの <laughs> いいのかなってもうほんとダラダラ話でごめんねあのそうなんだあのね う,ーのうちの講座の10校生、鈴木基一を小説講座の作品公表終える終えた後の原稿っていうのは、まあリモートでやってるので,で、リモートでやって、で、原稿は紙で送ってもらってるんだ。あの、要はデータだと読むのに時間がかかるんだ。紙だとパパパパパッとさ、 400枚ぐらいの原稿だったらさ、そんな1分もかかりやしないので、データだと時間かかるもんでさ、だからまあ紙で送ってもらってんのよ。で、そうすると、読んだとリモートだからさ、まあ、返すわけにもいかず、で、その、何千枚っていうような、まあ、講義一回終わると大体何千枚かぐらいの、その、お こう今日、公表が終わった原稿があるんだけど、それをシュレッダーかけるのってあんまり現実的ではないので、だからこう自分で結束して、クリーンセンター、産業廃棄物、廃棄物っていうかクリーンセンターね、燃えるもので、その処分できるものっていうのは大垣市のクリーンセンターというところがあるので、そこで自分で持ち込んで、で、その、焼いてもらうのよ。 で、そこに行くと、やっぱり職員さんがさ、こうずっとそれやってくださって、あの、焼却に手をやってくださるんだけども、いや、こんなに燃えるゴミの持ち込みって多いんだって思うと、いや、ここなかったら大変だよなとかさ、そういうことよく思うよね。だから本当に世の中ってなくてはならない仕事って多いよなっていうのを、 まあ普段実感してるので、で、まあそう思うとさ、いや、小説って、いや、世の中になくても何一つ誰も困らないよねっていうことをよく思います。うん、だから、小説って人生のビタミンだからね。あのー、タンパク質でも糖質でも脂質でもなく、 カルシウムでもないあのただやっぱりあのほんのちょっとあるといろいろ助かるかもしれないっていうようなものなのでねだからこうして直接そのうん,なんで今まで読書しなかったんだろうっていうふうに。 そのこう思い出してくださるっていうかあこういうもう改めてこう人生変えなきゃとかっていうそういうケースっていうのはなかなか遭遇することがないのでねで10代20代はさうまいラーメン食っただけで人生変わるからな、ね。 そうなんだよあお前チョコレート食ったってたったそれだけのことで人生変わって人生をチョコレートや,やケーキにかける人ってさいや結構いるからねうんこれがやっぱ50過ぎてくると年食ってくるとさねなかなかちってそっとでさ人生変わらなくなってくるからねいや やっぱりさ、本っていいよ。うん。こう、やっぱね、そう、読書って楽しいです。こう、どんなことがあっても。そうだよね。こう、親父の葬式の時に親父の顔けの蓋をさ、その、 机代わりにして下落直してたなんて話をするとさ、あんだんかっていうふうに、こう疑う人って結構いるけれど、いや、それ疑う人って素人だよね。同業者だったらさ、それが一番安心するよな。<laughs> 安心するってわかるよね。ええー。 やっぱりね小説っていいよ読むの読むのもさ書くのもあのまあこういう時代なのでね本書籍っていうのはもう本当にそのお高いお値段の高い娯楽になりつつあるのであの図書館にいっぱい利用してくださいなあの 図書館だと宮部さんだとか東野さんの本っていうのは、その、なかなか読みにくいし、あの読みにくいっていうのはなかなか、あの、借りる順番がないので、新刊やベストセラーのさ、順番待ちをするよりも、あの昔のベストセラーね、その、オールタイムベストなんちゃらとかっていうのはちゃちゃっとさ、 スマホで調べて、ええー、で、昔の小説を読み返してみるっていう風でもいいです。江戸川乱歩賞の過去の作品を全部読んでみようとか、江戸川乱歩賞は当たり外れがあるかな。あの、水作家教会賞は間違いない。水作家教会賞。なお水作家教会賞とかと、直木賞ね。芥川賞はちょっと読むのが難しいかも。 だけど水作家教会賞のお過去の受賞作ってこうんだとリストをこう調べればパパッと出てくるからさあのー、<coughs> そうすると一番手堅いかもでええー「水中光友」とか「松本清張」とかさ 坂口庵語とかっていうそこら辺ぐらいになってくると割と簡単に借りれると思うのでね、えー、まあとにかく何にしてよ読書の世界へようこそ、えー、いくつになっても楽しめるからこの番組へのお便りご質問を募集しています マシュマロという匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてもらえるとちょっと嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖師賞、王陵芋の新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。 受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube を聞きスて一緒にンにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などの Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで、えー、今日の鈴木貴一郎作家ラジオ、そんなところで。ではではでは、失礼します。